podbean.com の歌って砕けろ砕けろ。はい、はい、外はね嵐の夜でございますけども、はい、今夜も始まりました、はい、プラズ TV プレゼンツカズミン .com の歌って砕けろ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、すごいですね、今日はとってもね力強いギャラリーの皆様が、はい、お見えになっておりましてですね、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、さあどんどん増えてきますね、そうですね、ギャラリーね、日に日に、はい、どんどん増えてきてこのログインが減るんじゃないかっていう噂があるんですそれはそれどうなんでしょうね。そうなんでしょうね。そうですね、まああとは YouTube で稼ぐぞみたいな、はい、そんな感じで今日もお届けしたいと思っておりますが、はい、プラズ TV プレゼンツカズミン .com の歌ってくだけの時間がやってまいりました、はい、今日はですねなんと1時間の拡大版でございます。です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。非常に拍手です。拍手は細かくお願いしますね、はい、はい、しかもですね今日はあのゲストが、ね、はい、2人ですね。でもう1人は、はい、まず1人はすでに映っております。はい、わかりますか、皆さん私のこのあたりですね、はい、卒業式に休んじゃった子みたいな通りすがりのゲイリー橋本さん、どうぞ。どうさっき急に来てですねびっくりしました、はい、私もびっくりしました、はい、急遽セッティングが変わりましてね、はい、館長ね、いやもうね毎回通りすがっていただくんですよ、はい、もうありがたい限りでございます、はい、はい、こんな形でですねお送りしてまいりましょう、はい、もう一人のゲストは、もう皆さんすでにご存知でしょうけども ね後で撮っときましょう、はい、忘れたいですね、そのままずっと忘れて番組渡らない、ね、さよならとか言って、それはまた面白いかなみたいな、いいですね、そんな感じもするんですけど放置さあ今日はですね、はい、リクエストのテーマは、曲のタイトルが、はい、えで始まるですね、はい、これがね意外に少ないんですよ。そうですね、毎回ウも少なかったですねそうね、はい、何がウサギとカメでしたよね、ウはね、そうですね、はい、今回はなんか昨日なんかすごい変なテーマが、テーマじゃねえ、なんかすごい変わった消防団の歌があったんですよね、はい、歌がありましたけれどもですね、はい、ただ私どものブログの方にもですね書いていただいたりとか、はい、それからフェイスブックでもリクエストいただいたのがございまして、ちょっと読み上げてみましょうか。どうぞどうぞ、はい、はい、駅竹内まりやさん、はいはい、そして縁切り寺クレープ、そして、はい、エリナーリグビ ー、はい、でエリナーリグビーっていうリクエストもすぐしたいんですね、エリモ岬って書いてくださった方がいましてですねありがとうございます。エリモ岬、エリモ岬を英語で歌わなきゃダメなんでしょうね、はい、で、はい、あと栄光の架け橋ゆずです ね、うん、ね、いい曲ですけどね、歌えません、わかりませんさっき YouTube 見ながら練習したんですけど、はい、間に合いませんでした。でしょうね、はい、一応申し上げておきます、はい、それではですね、はい、まず今日一番リクエストが多かったのがですね、はい、竹内まりやさんの駅でしたので、そうですね、それをですね、はい、まず最初に、歌いましてですね、はい、皆様のリクエストは、ただいまソーシャルストリームの方で受付しておりますので、ぜひどんどん書き込んでください、はい、ね、今日は少ないな今度なんかこの辺にこうテロップが流れるといいですね。いいですね、ソーシャルストリーム、こっちですよ。手書きテロップでもいいですよ、こう誰か持って歩く、館長がお持ちになってこう歩いていくというね、はい、そういうのもいいですね、はい、わ、はい、かります、はい、それでは、ゲイリーさんよろしいでしょうか。はい、ではどう入るかも全然打ち合わせも何もしておりませんけども、はい、ではじゃあこれちょっとこんな感じで、はい、持っていいですか。はい、はい、ありがとうございます、はい、駅、何回言えばいいの、駅見覚えのあるレインコート黄昏の駅で胸が震えた早い足通り紛れもなく昔愛してたあの人なのね懐かしさの一歩手前で
あなたがいなくてもこうして元気で暮らしていることをさりげなく告げたかったのに。終わってしまいました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。駅を聴いていただきました。この曲、そうなんですよ、どこで終わっていいかわからないんですね。そうですね、1番、はい、2番続きますんでね、はいはい。まあ、でも、この歌いいですよね。誰もその駅でですね、昔好きだった人に会ったわけでもないんですが、なんかそんな気がしてくるというね。あたかも自分が主人公になった。そうです、一つ隣の車両に乗って見えなかったりとかね、すごく悲しいようなあれですけど探したけど、ね、変な感じがしてなかったみたいなですか。でもとてもね、いい名曲でございます、はい、ね。そんな感じでですね、はい、リクエストにお答えしていきますので、うん、ぜひぜひリクエストをよろしくお願いしたいと思います。はい、お待ちしています。今のところ、襟裳岬が来てますね。 ありがとうございます。襟裳岬、はい、準備をしておきましょう。はい、はい、さあ、あ、それではまずね、弥彦のですね、酒屋弥生さんでやっています新潟フォークジャンボリー2012の写真展がですね、なんと好評につき11月4日まで延長になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、11月4日最終日はですね、10時から3時までの間に、私たちカズミンドットコムとブラザーズ3が、コンサートを行います。お客様が来られた感じのこういい感じだったら随時行うというような形でやっていこうと思いますので、お好きな方は10時から3時までいてください。お待ちしています。さあ、それでは、スポンサー熱烈募集中でございますね。はい、そしてね、しかもね、今度スポンサーがついたのでね、ありがたいことでございます。さあ、あとは来てますか。襟裳岬から先が進んでません。はい、はい、あ、そうですか。さっき皆さん、はい、YouTube で後で見ようと思ってますね。ちゃんと生で見てくださいね。お願いしますよ。はい、そう、あ、襟裳岬、吉田拓郎さんの歌です ね、 そうですね、はい、でもなんか森進一さんの方が有名だったりとかね、ちょっとしますけれどもね。あ、今日森進一バージョンで、あ、会場からですね、森進一バージョンで歌えというふうにですね、なんていうかリクエストというかもう命令に近い感じがですね、来ましたのでですね、はい、石ちゃん、これを森進一顔だけ森進一で声は拓郎できない、そんなの。今歌本がね、はい、ちょうどいいのがなくてです。あ、いいのがないんですね。めくってください。はい、わかりました。はい、大丈夫ですか。またコードが違う。さあ、じゃあ行ってみましょう。はい、いきなり2曲目から砕けそうな感じになりますね。第1砕けですね。はい、はい、じゃあ襟裳岬、森進一できるかな。ワン、ツー、スリー、フォー。北の町ではもう悲しみを暖炉で全然美味しいじゃないんだよ、燃やし始めてるらしい。わけのわからないことで悩んでいるうちに老いぼれてしまうから、たまりとした年月を拾い集めて温め合おう。襟裳の春は何もない春です。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか森進一ぐらいだね。最初だけでしたね。ネタやろうと思って忘れてました、ね、北の海は横綱ってやろうと思ったんですけど、すみませんでした。照れてマイク、カメラ見えませんでした今、はい、ね、
今は、1区だけぐらいですか。そう、そうですね、まあ、1区だけでポイントとしては20点ぐらいですよね。今日はね、カズミ、ユキサオユさん見に行ってきたばっかりなんで厳しいんですよ、とってもリュートピアで、さっき語ってましたからね、開眼したそうですから、はい、皆さんユキサオユさん、ちっともお口は開けないのにとっても美しい子が出るんですね。それ腹話術なんですよ、ね、そうなんですか。いや、違うと思います。脇でお姉さんが歌ってる。違います。そんなことない、はい、ちょっと開眼しましてですね、はい、明日から私の歌い方がきっと変わると思います。今日はダメです。なんだそれ、はい、今手打ちまして、はい、ちょっと痛かったですけど、はいはい、さあ、リクエストはどうでしょう、はい、2000円、何これ。2000円か、誰かから借りた。いや、わかんない。お金を借りてないんですね。わかんない、ブブヤさんが2000円ねって書いてあるんですけど、はい、そうですさあ、それでもね、めぐみさんが縁切りだろって書いてくださったりとかしてましたね。ああ、そうですね、はい、はい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 、うん、分かります。では、縁切りだろですか。はい、それですか。違うんです、はい、違うんですね、はいはい、今日からですね、立っております。座ってるとですね、ちょっと動きが悪いので、家内工業なのでね、いろんなことをこうやろうということで立ちでやっておりますが、ここから上、ね、見えないですから分かんないと思うんですが、ここから下ね、ここから上はちょっと一応ちゃんとするんですけど、ここから下どうでもいい。よくなんかコメンテーターの皆さんとかが、テーブルの下っていうのは昔はあんま映らなかったんですね。なので意外となんかすごい影の格好だったんですが、最近なんか下が見えるようになりましてですね、ちゃんと座ってない人はすぐ分かるというようなので、大丈夫ですか。今すみません、巣に戻って、今すごい超巣でございますね、はい、はい、いいでしょうか。延期入れらですね、はい、わ、はい、かりました。では、じゃあ、さだまさしさん作詞作曲による延期入れら、ゲリさんどう貼ってもらうかな。ゲリさん自由にお入りください。一緒に行きます、はい。初めて歩いた街へ、今日あの街は人影少なく、思い出に浸るには十分すぎて、源氏山から北鎌倉へ、あの人ありがとうございました。とりあえず歌いましたね。よかったですね、はいはい、よかったですね。一言突き放すような、だいたい任せたとみたいな、砕ける役を僕に全部任せるのはよくないよ。いや、そんなことないですよ。あ、そうですか、はい、はい、もうすっきょすもうめっちゃめちゃ砕けてるんだけど、わからないですか。はい、わかりました、はいはい、あ、ね、遅くに、あ、いらっしゃいませ、ね、いらっしゃいませ、はい、いらっしゃいませ、こんばんは。はい、よかったよかった。ギャラリーも視聴する番組になっております。はい、そしたらじゃあこれから、そうですね、ちょっとね、それではですね、ここで、はい、ライブのご案内をしたいと思います、はい、館長インサートをお願いいたします。はい、はい、ゆうカフェさんから、はい、さあ、11月の3日の土曜日、ランチコンサートが11時30分から13時までございます。こちらは10名様限定。そしてカフェコンサートが15時から16時30分。こちらは15名様限定でございます。コンサートの名前がですね、カズミン .com アンプラグドライブインユーカフェということで、マイクを使わずにですね、直接、皆様のお近くで歌うというコンサートでございます。参加費申し上げていいんでしょうか。はい、ランチコンサートの方は2000円です。カフェコンサートは1500円です。ユーカフェさんのお電話番号申し上げます。025-267-8488、住所はですね、西区小針 8-4-15 でございます。
こちらの方までね、ぜひお電話をしていただいて、はい、申し込みをよろしくお願いをいたします。はい、人数限定ですので、ね、はい、ぜひお早めにお申し込みいただきたいと思います。そうですね、はい、11月の3日ですね、はい、ゆうカフェさんでのカズニドットコムアンプラグドコンサート、はい、ぜひお待ちしております。はい、はい、さあもう一つ、それもいきますか。いいですか。はい、はいはい、お願いします。では、瀬波温泉音の宿、潮風香る瀬波のお宿で今年の新酒を大人の音楽とともに、秋の調べは新酒の響きということで、はい、11月15、16、17の3日間ですね、はい、ボジョレ・ヌーボーの、はい、解禁に合わせてですね、そうですね、今年も、ホテル津波観光さんでライブが行われます。はい、はい、ぜひね皆さんもお越しください。3日間ともですね、午後6時オープン、7時スタートでございます。カフェチャージですね、こちらが3150円でお楽しみいただけます。あとお泊まりいただくこともできます。格安料金でございますので、詳しくはですね、瀬波観光さんね、ホテル瀬波観光さん0254-52-7000番、0254-52-7000番までお問い合わせください。はい、お待ちしています。そして11月の15、16、17の3日間ですね。そうですね、まず15日が、地元、はい、県北のですね、はい、MFC の皆さんのオンステージです。はい、そして2日目16日が、はい、僕らのあのボイストレーナーの先生のね、はい、アコさんソロのねコンサートになってます。はい、そして最終日、はい、11月17日土曜日がですね、かずみドットコムとそして幸京介のトラッドソウルの、はい、ジョイントコンサートでございます。いずれもですね、見逃しなくという感じの、ラインナップになっておりますので、はい、ぜひ、ご参加いただきたいと思います。はい、お待ちしています。詳しくはホテル津波観光さんの方へお問い合わせください。はい、さあそれではここで CM へ行きたいと思います。はい、大丈夫ですか。はい、すいません、急に振りました。この番組は皆様に愛されて55周年新潟ゴルフクラブ様の提供でお送りしています。皆様ぜひ新潟ゴルフクラブにお越しいただき、歴史ある雄大なコースを思う存分にご堪能ください。ご予約は専用ダイヤル 0256-721111 まで、その他のお問い合わせは0256-722562へお気軽にお問い合わせください。プラズ TV。 さあ今日はですね、館長も忙しいんです、ね、大変です。はい、曲入ってますか今。はい、それではですね、もう真ん中に今突然現れました。ご紹介しましょう。田地京介のトワッドソウルのリーダー、田地京介さんです。ありがとうございます。田地京介でございます。よろしくお願いします。今日もお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございます。お呼びいただきまして、はい、なんで来たかって今呼びしたかって言います。なんで来たか、遊びに来たか、何しに来たぐらいの勢いですね。はい、すいません、普段からよく知ってるもんですからね。およそゲストって気がしないんですけど、世の中そういう捨てたことないですね。いやいや、もうカズミンドットコムにね、育てていただきましたね、本当にね。よく言うから嫌いなの。今日はですね、こちらです。はい、カメラさん抜けますか、抜けますか。はい、田地京介のトラッドソウル待望の、はい、アルバムが発売ということですね。はい、10月6日リリースでございますね。はい、これですね、インサート画面ですね。はい、タイトルが、はい、トラブルトラベリンメン、ね、かっこいい、はい、トラブルだらけの旅行者。そうですね、まあまあまあ3人男珍道中みたいな、そんな感じですね。はいはい、今回ね、このなんかセクシーなジャケットになってますですね。もうね、発売前からね、このジャケットそうですね、この女性は誰なんだって話題沸騰な、誰のケツだっていうね、まあ、逆返しそうな。実はこれ、もしかしたら立木京介さん本人じゃないですか。いや、これデザイナーのナタリーさんの、あ、はい、あのマンガムズの、はい、ナタリーさんの女性ですか。ケツだすね、随分違う気合わせするんですかね。そうですね、写真写りがいいんですね。わかりました。はいはいはい、は
こんな形でですね、はい、これ発売いつでしたっけ。発売10月6日から、はい、じゃあもうまだ1ヶ月経ってまだまだもう出たてのほやほや、もうですね、はいはい、今回は全部で、はい、10曲入り、はい、はい、あ、そう、あれですよ、カズミのところにご提供いただいて、はい、いつまでも歌わなかったら、はい、ここに入っちゃいました、入りましたね、終わらない、入りました、終わらない、いや私は好きでなんですけど、ギター一本でちょっと、いや違うね、ギター一本でちょっとなかなか難しいですね、高度な曲なんです、はい、いやいやいや、そんなことないんですよ。私はだしいつもの君っていうかすごく好きです。あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、無理やり言ってるから、この空気感いいですね、はい、さあこれレコーディングはかなりこう短期間でバーって投げられた感じが。そうですね、まあ大人の事情もいろいろありましてですね、まあ短期間かなり集中的にねやっていただきました。なるほど、はい、まあ、でもね、DVD は昨年でしたっけ。そうですね、ですね、昨年の9月ぐらいに ね、手前から大好評でしたしね、はいはいはい、その後もライブでね、いろんな曲も散々、散々じゃねえやったくさんどうもなんか言葉に角があるよね、なんかねつい演奏されてですね、はいはい、ライブでおなじみの曲がいっぱいありますね、はい、今回初めて入ってくる曲もあるんですね。そうですね、はい、まあ、大体一度は必ずライブでやったことある曲なんですけども、はい、みんな、本当にね、僕らよく言ってますけど、ゆるエロの、ね、はい、定番からですね、はい、ちょっとこれはどうなのぐらいの真面目な感じのね歌までね、はい、まあ、どちらかというとトラッドソウルというとコミック限りなくね、カテゴリー的にコミックバンドにね近い感じでですね、そうですね、まあでもコミックバンドだっていうカテゴリーの中に入りたがらないのもどうなのかって話なんですけど、ね、まあ、決めるときは決めるぜみたいな ね、 あね、はい、どっちつかずっていうか、ね、そうですね、その辺が、はいはい、行くなら行けよって話ですもんね、はいはい、まあでも今回結構あれですね、まあ音もかなり厚く作ってあってですね。そうですね、ね、ミュージシャンの、そうそうたるミュージシャンが参加してますね、はいはいはい、そうですね、そうそうたる音の箱とかですね、音の箱とかですね、はい、音の箱とか、もうね、全面的に音の箱フィニッシャーで、はい、そうですね、はい、はい、あ、マイクのスイッチが入ってませんでした。ここですね、あ、はい、あ、わかりました、はい、なるほど、いろいろ大人の事情がございましたね、はい、すいません、はい、まず最1曲目が今夜も彼女は街に出る、はい、これも有名な、ね、はい、同じの曲ですね、はい、これね、1曲目に持ってきたかったんですよね、はい、1曲目に、この曲はですね、はい、まあ、ある意味トラッドソウルを組んで初めて書き下ろした曲っていうか、はい、なんですよね、だから、まあ、ゆるエロの原点っていうかね、ですよね。ただ、ゆるエロっていつも言ってますけど、はいはい、決してその、なんていうのかな、一つのパターンではなく、いろんなその色がありますよね、やっぱりトラソルとしては。ああ、そう言っていただけると、はい、リズミカルだったりですね、はいはいはい、本当にエロっぽかったりですね、はい、エロっぽかったりですね。そうですね、ゆるエロって言葉自体は、ベースのポリッシュ恵三がね、はい、命名をしたんですけども、まあ、そのゆるエロっていうのを、うん、キーワードに、あ、これなんかこう膨らむかなと思いましてね、それでそんな路線をこういろんなパターンでこうちょっとこう考え始めたっていうのね、はい、はい、ね、うん、エッチっていう曲がね、はい、あれいいですね、ああ、ありがとうございます、はい、先ほどね、リクエストも来てましたね。そうです、タエさんからね、あ、はい、おかみがありますね、はい、あ、来てます、はい、来てますね、タチさん、リクエストはトラソロの H お願いします、うん、あ、あれです、はい、H って言わないとこがいいですね、 H、 サイさん、H だからねまあどっちでもいいんですけどね、はい、リピートアフターユ、アフターヒン、 H H、 あ、H なんですか、H です、はい、わかりました、はい、じゃあ後ほどですね、H は生歌でお聞きしたいと思いますので、はい、はい、いやいやいや、ありがとうございます。じゃあまずは CD から一曲聴いてみましょう、はい、何にしましょうか、はい、あ、じゃあその今申し上げました、はい、元祖ゆるエロ、はい、今夜も彼女は街に出るという曲、はい、では、タチ京介のドラとソウルで、はい、今夜も彼女は街に出る。
ソウルで今夜も彼女は街に出るんですね、はい、それではバックに聞きながら、はい、またお話を引き続きいただきたいと思います。一応流れてるんですね、これね、はい、はい、流れてるはずです、はいはい、僕らには聞こえません。あ、なるほどなるほど、はい、妙な感覚ですね。そうですね、はい、でもなんかすごいツアーをしてこられてそうですね。あ、そうそう、関西で、うん、はい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 、はいね、はい、一応ですね、10月の6日のですね、からですね、はい、トラッドソウルは全国レコ発ツアーというのにですね、はい、出ておりまして、はい、初日が京都、はい、で、2日目がですね、はい、神戸、はい、でその後が、まあ、燕、長岡、急に地元、はい、急に、それから、あ、村上もあります。あと新潟とかですね、はい、まあ、ほぼまあ新潟県内を中心にですね、はい、全国を股にかけつつ、まあ新潟県内中心に、はいはい、活動する。東北はないんですか？東北は今のところないですね。お呼びかかればどこでも行く気はあるんですけども、じゃあ、残念ながらなかなかお声がかからない。東北ブッキングショットじゃ、あ、わかりました。いつも、はい、お兄さんがね、血のつながってないね、血つながってないのに顔が似てるっていうお兄さんですね。ちょっと扱い厄介なんですけど、はい、あ、なるほどね、いますんで、はい、じゃあ、はいはい、トークツアーをぜひぜひ、はい、はい、でも、あとは自力でやってください。あ、なるほど、自力かまあ、ね、このトラッドソウルもですね、新潟フォークジャンボにとっても非常に重要なバンドでございますね。そうですね、はい、ありがとうございます。この人たちが抜けるとお客さんごっそりいなくなるんじゃないかみたいな話があるんですけどね。8割ぐらいなくなったからさ。まあ、今年のジャンボリーはですね、はい、橋で幸太郎とかですね。あ、そうですね。ね、はい、ちょっとこうコミック系にだいぶ、うん、そうですね、来ましたね。はい、はい、今回のコンセプトは、はい、橋で幸太郎と帰ってきてはあれですけども、誰もが知ってる曲なのに、うん、誰もやったことがないっていうね。なかなかやるのが勇気いりますよね。ですよね、相当勇気いりましたけどね。でもほぼ完璧に再現してますね。あ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、特に橋出孝太郎のセリフのところですね、はいはいはい、見延元都知事のあたりから入ったの、はいはい、早口になってくるんですね。あ、ね、実況中継のようなセリフですね。はいはいはい、もう足が見事ですね。今できないですか？できないです無茶ぶりしますね、これまた。いや、なんとか砕けてるから。あ、なるほどね、はい、もう大体ね、びっくりしました、もう歌って砕けろとか言って、もう普通ミュージシャンっていうのは、大体こうほら事故らないようにとかですね、あ、そうですね、はい、砕けないとか粉々にならないとかですね、大体、はい、ある一定のテリトリーの中で、こう、そうですね、表現の場を持つんですけども、はいはいはい、もうこの夫婦は同意だと思いますよね。もう砕けるためにやってるっていうね。なんかね、どういうんでしょうね、まあ、これで営業が減るんじゃないかっていう話もあるんですけどあいつら歌えないとみたいな感じで、これはまた営業先でやれって言われてもなかなかできるもんじゃない。そうですね、まあね、営業先でやられても困りますけどね。こんなことやられてもね、誰もお金くんないぞって話がしてますけどもさあこの話が熱くて、いい、このアルバムトラベルトラベリンバンあ面はですね、はい、どうやったら手に入るんですか？あ、これはですね、はい、まあ、大体僕らがやってるライブ会場で、基本的には手売りをさせていただくというのが基本なんですが、はい、まあ大人の事情でですね、はい、ライブに来れないとかですね、どうしても大人の事情そうですね、あと子供のようにですね、はい、最寄りのライブ会場来るまで待てないっていうような方はですね、はい、Amazon の方でね、はいはいはい、Amazon ご購入をいただくこともできます。はい、はい、冷やせない。残念ながらね、これからちょっと置いていただく、あ、本当ですか、交渉しようかなと。あ、なるほど、
交渉をこれから始めるんで、はい、まあ置いていただけるのはだいぶ先になるかな、来年の夏ぐらい、下手すると置いていただけない可能性もあるっていうですね。ちなみにあのお店ではですね、五泉市のですね、駅の付近のですね、ボブハウスというお店、ボブハウスさん、はい、何度か僕もライブやらせてもらってますけどね、パスタが美味しいところですね、はい、そことですね、あと三条の国道8号線沿いのですね、はい、サムライラーメン、サムライラーメン、はい、これ僕のまあある意味音楽の師匠というね、そうですね、はいはいはい、はい、ですね、はい、それからあと津南町のですね、はい、WIRB というですね、カドマンさんっていうところの敷地の中にある、サーフショップ、はいはいはい、そちらでも置いていただいております。なるほど。あとちょっと今速報で入ってきたのがですね、はい、速報で三条市のですね、はい、韓国料理ジュマクさんでも置いていただけるようになったと、ジュマクさんでも、はい、素晴らしいということでございますね、はい、はい、CD ショップにはないんですね、で全く CD がないところに置いておくっていうところ、そこがまた売りなんです、そうです、そうです、競合が多くなるじゃないですか、CD ショップだとね、もう思わぬところ、おこのところにあった、そうですね、そんなこうサプライズも感激も、新鮮な感激もあるどんなサプライズラーメン食べに来たら思わず買っちゃったみたいなね、そうですね、気が付いたらレジに立ってたっていう、はい、そうですね、はい、レジのあのところに置いてもらって、嫌顔でも目に入るように、なるほど、皆さん気をつけましょう、はい今日は僕もぜひね、はい、今日せっかくお会いしました、はい、購入したいと思います、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、もしライブ会場で買うと、はい、なんか特典があるんですか、ですね、今のところですね、はい、先着ですね、はい、100名様にですね、うん、トラッドソウルオリジナルステッカーを差し上げておりますね、はい、はい、これ100枚で切ったらもう終わりです、あ、なるほど、分かりました、ちなみに先着100名の方にはですね、地色が金色という、おすごい、ゴールドバージョンのですね、素晴らしいですね、ゴールドじゃないのもあるんですか、あります、実は、はい、100名を超え、紙質を変えてね、はい、100名超えるとゴールドじゃなくなります、なくなりますね、で皆さん、今さん、今さんだって皆さん今が神々です今がお買い時ですよ、はい、ぜひですね、お買い求めいただきたいと思いますね、はい、はい、はいはい、はい、今これからここに来ていただいてもいいですよ、あ、もう、今、はい、もう売るほどあります、はい、箱単位で、はい、箱単位で、はい、なんですか、一箱まとめて大人買い、いいですね、大人買い、今一箱買うともう一箱つくそれはそれはないダメですか、ね、どこまで俺太っ腹ないんだね、すごいですね、はい、あとまだ番組は30分ありますのでね、はい、ぜひ、もうよろしければ、よろしければこちらの方へ今すぐ向かっていただいてます、はい、はい、そうするとサインと、はい、もしかしたらハグがあるかもしれません、あ、もうハグは無料ですからね、ハグは無料それ男女問わずハグ OK ですか、そうですね、女性に限るんですか、いやいや、もう男性でも女性でももう、はい、はい、喜んでハグさせていただきます、はい、じゃあ全ての方に愛を、はい、ね、立木京介さんのこの慈悲深い愛のハグをですね、はい、もらいにぜひこちらまで来てください、ゆるゆるが映るよ、さあ、ね、それではですね、はい、そうそう、生歌といきましょうか、生歌、はい、せっかくですのでね、はい、もう時間もそろそろですね、はい、時間が来ましたので、はい、では、今日は絵がテーマですからね、絵がテーマ、はい、あ、エッチね、はい、はい、お願いしたいと思います、はい、じゃあ準備をいたしましょう、はい、それでは CD をちょっと絞っていただいて、はい、それでは、辰木雄介さんソロでですね、歌っていただきましょう、エッチ、はい、それじゃあ、リクエストをいただいたということでありがたく歌わせていただきたいと思います、ひとりゆるえろっていうことなんですけども、ひとりゆるえろのエッチ、略してひとりエッチ
君が右の頬を僕が左の頬を枕につけて見つめ合う二人の距離を遮るものは何もなくて癒しの時だけが流れてく今日の出来事明日の夢どんなことでも話しておくれよ僕が僕を脱ぎ去って本音も弱音さえも吐けるのはいつでも君がそばにいてくれるから立ててる君を見てたらやっぱり好きだとまた気づいた話しかけても髪を撫でてもそっとキスしても君は気づかないもう全部君には見透かされている僕が君を抱きしめているでも僕は君に包まれている今君のためにできることはこんな歌歌うことだけなんだ目を閉じて息を止めてずっとこの ずっとずっと
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。きょうちゃんはこのままギターはどうするんですか。あ、じゃあギターを持ってもらいましょう。持ってもらいましょう。はい、はい。これからですね、タチキョウスケ&カズミン .com の歌って砕けろでございます。俺も砕けるんだね、はい、俺も砕けるんですね。すごい、いやいやいや、とんでもないことになっちゃいます、ね、今の歌をいじることもなくもう次へ行くんですね。はい、時間が押しておりますのでですね、淡々と参りようと思いますね。はい、ありがとうございます。まああのキューちゃんね、あの普段からねちょっとかっこいいので、はい、たまにはね、いやいや、ちょっとお兄さん砕けたらどうですかみたいな。砕けちゃいましょうか、ね、はい、はい、ではぜひね、あの助け、はい、京介さんに砕けてほしい曲をですね、はい、リクエストいただきたいと思いますね。そうですね、はい、お待ちをしております。はい、はい、さあ何か来ましたか。それからロクさんの書き込みばっかりなんですけど、そうです、ロクさん、ロクさんなんか書き込む、うん、カズミ無茶ぶりすぎとかですね。十日町の時計屋さんにも CD を置いていただく予定とか。あ、そうですか、はい、素晴らしいですね、はい、続々とね、はい、タエさんからパチ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 、 ありがとうございます、ね、そうそう、テキストで拍手を送ってくれる、ね、そうなんです、これが一番若いですね、八が並ぶと、ね、素晴らしい。まあこんな歌もですね、はい、あの11月の17日にですね、はい、ホテル津波観光の、はい、音の宿新種の響きに来ていただきますと、はい、あのカズミのとこもと田崎京介のフラットソウルのジュントコンサートありますので、はい、ぜひこちらで、ほぼアルバム全曲聴けるんじゃないかと。はい、そんなに、ね、そんなにやっていいんですか。いや40分ぐらいです。はい、ふんですか。MC やると多分倍ぐらいになりますからね。あ、そうですね、じゃあ1曲ぐらいだと思います。はい、なんかあの A 面で恋をしてっていうのが来てますね。はい、ありますよ。それかなんか越後で始まる曲がありそうだって言うんですけど。あ、そうです ね、 あのね、僕は思ったのは越後獅子ですね。ありますね。笛に吹かれて逆立ちすれば。もう早速砕けちゃいますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうあの突然の砕けでびっくりしましたですね。はい、あと普段から砕けてますからね。アデージョって知ってますか。サザンのエロティカセブン、あ、サザンのエロティカセブンもありましたね。はい、ありましたね。ね、あ、スマイルヘアのムーンライトコンサートお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、あ、佐藤子さんパチ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 、はいはい、A 面で恋をしてを探してる、あった、はい、じゃあこれを歌っていただきましょう。はい、俺が、はい、いやいやいや、俺がそうですよ。はい、はい、ていうか曲を知らないんですけど、ね、本当ですか。うん、そっか、うん、じゃあリクエストください。俺曲ほんと知らないですよ俺。あ、A 面でぐらいしか知らないですよ。はい、B 面でもいいですけど。あ、もうね、もうあの両 A 面ぐらいでも。そうですか、はい、今 A 面 B 面ないですからね。CD はね、はい、なんで A 面 B 面って言うんですか。両 A 面とは言うんでしょうね。ね、あの CD なのにね。そうそうそう、はい、反対側かけるとまたかかるかもしれないですけど、ね、本当ですか。いや、わかりませんけどね。知ってる方はメッセージください。はい、なんか今日はあれがないんですね、はい、こうインサート画面が。え、ありますよ。 ありますか。あ、今出ました。あ、ね、いや、しばらくね、あの、はい、出てなかったんですよ、はいはい、あ、なるほど、はい、古いで今のうちにあのね、あのちょっと髪の毛でも直しておけばよかったですね。あ、さあでは、はい、きょうちゃんじゃあ A 面でご用意して。じゃあ、あの、M、さっきのあの栄光の架け橋ならいけるとします。じゃあそれいきますか。はい、はい、言っちゃったな自分で、うん、あの歌詞ならここにあるんですか。はい、あるんですか。はい、じゃあ問題見えるかですね。それを読みましょうか。あの、なんか歌声来たじゃないのかね。、うん、はい、誰にも見せないとか言って。いきますか。はい、はい、ちょっとじゃあ行ってみましょうか。じゃあイシちゃんハモりますか。え、はい、出ました無茶ぶり。はい、じゃあ僕はどうするんですか。じゃあこれですか。はい、砕けてるね。誰にも見せない涙
まあなんてこうゲストを生かす番組なんでしょう。なんか今日ちゃんやりきりましたよね。これあのね、たまたまうちの子供がね、ゆず聞いてるんでね。はい、まあ門前の小僧でですね、歌えるような、ね。門前の小僧ゆずを歌う。そうですね。いいね。もうね。いいですね。キナ見てか。キナ。急に一瞬なりやがって。ね、お父さん頑張ってるからね。頑張ってるよ。ギャラは出ないけどね。この CD 売らないと打ち返れないんだよね。そうだよ。CD 売って帰るからな。何言ってるんでしょうね。さあ、まだまだリクエストありますでしょうか。はい、ね、歌い切られちゃいましたんでね。ねえ、はい、なんか、あれ歌い切っちゃいけないんですかこれ。うん、いいんですよ。たまにいいんですけど、はい、歌い切ると叱られる時があるんです。あ、そうなんですか。うん、砕けねえな。なるほどなるほど。はいはいはい、やりきっちゃいけないんだ。お、さすが。お、ね、池口さん、はい、プリプリ M。M ね。M ね。あ、M ね。そうかそうか。はい、H の次は M ですね。はい、ね次は S ですかね。ですかね。はい。M はじゃあ私だね。お、歌うんですね。来ましたね。はい、来ましたね。うん、あ、砕けるけど、いい？もう。じゃあ。砕けてなんぼ。はい。ね。あるんだね、ちゃんと歌詞がね。はい、一応、昨日ブログの方に。言われたのがあったので一番だけちょっと歌わせていただきたいと思います。この時にじゃあタチさんはこれ何をしてればいいんでしょうね。タチさんはですね立てるだけでかっこいいから大丈夫です。はい、はい、じゃあ M をはいこれを M ですね。はい、はい、三カポです。はい、では M をお届けします。いつも一緒にいたかった。隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの。もう叶わない思いならあなたを忘れる勇気だけ欲しいよ。はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま、あ、ありがとうございます。歌い切りましたね。はい、今日はタチさん効果ですね。あ、なんかじゃあキョウちゃんがいい空気を作ってくれたんですね。先に砕けて俺だけやり砕け損。いや、だって この番組の趣旨は砕けることだからね。はい、わかりました。代表としては代表なんですか。砕け代表です。砕け代表、はい、砕け大将、はいはい、あとは来ましたか。リクエストはそろそろ打ち止めのようでございますね。あ、そうですね。はい、なんか来てます。
来てます？今画面がちっちゃくて、エリーマイラブ、エリーマイラブ、エリーマイラブ、先週愛しのヤニで、先々週か、そうでしたね、歌っちゃいましたね、はいはい、残念ながら、あの、はい、エリノアリグビーがありました、エリノアリグビーエリナアリグビー、エリナアリグビー、はい、はい、ありましたね、あ、砕けてないって書いてありますね、たまにはいいじゃないですか、ごめんねエンドレスラブ来ましたね、越冬ツバメ、越冬ツバメ、ヒュルリリヒュルリララ、これですね、ヒュルリラ、ヒュルリラ、違いますね、あ、それ冬のなんですね、はい、演歌も受け付けています、SOS、 ありましたね、ありましたね、SOS ね、はい、SOS パパン演歌ちゃんちゃかちゃんさあ、今日はすごいギャラリー来てますよ、すごいですね、だんだん取り留めなくなってきましたね、はい、まああと5分という時にだってね、この盛り上がりはどういうことでしょうかここへ来て急に言われてもみたいな、だったらもっと早く盛り上がってよどうしてくれるんだみたいなですね、メドレーで、はい、メドレー、メドレーどうやってつなぐんでしょうかね、そうですね、すごい難しいつなぎですね、全部チャーンカチャン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 、あ、いいですね、はい、はい、やりそうな雰囲気ですね。でも清さんね、ずいぶんあの、はい、ほらメドレーでいろんな曲ねやってらっしゃいましたよね、前にね、はいはいはい、あれは素晴らしい芸だと思うんですが、芸ですか、芸です、芸です、まあ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 ね、芸は身を助けますからね、そうですね、はい、一芸があると ね、もうずいぶんね生きながらえることができますよね、もう一発当てれば10年食えますからね、そうですね、はい、なんとか当てたいですね、当てたいですね、今回ね、ね、私、ね、トラソルとパッケージでうちが動かせ、動かせていただくってことですかね、で私が、車の運転手になってで、石ちゃんが、PA やるからローリーですか、はい、で俺荷台にいれば屋根とかに荷物屋根とかくくりつけられてね、ね、そうね、ぜひそれで、はい、前ね、一緒に旅行に行ったしね、はい、広島までね、あれもね、大変でしたね、スタートでしたね、はい、広島へね、車で14時間、帰りはあの大変でしたね、でっかい車でね、うん、あの運転席と助手席のシート以外はものすごい硬かったっていうね、疲れが増幅するっていう、ね、はい、90度のですね、椅子に座ってですね、広島まで行きましてですね、はい、行きましたね、あれに来れて二度ときょうちゃん広島にね、一緒に行ってくれないですそんなことはないです今回の関西ツアーもそれにちょっと近かったですけど ね、でかい車借りていきましたんで ね、ちょうど今回ね、関西ツアーと広島行きがちょうど同じぐらいな感じだったんで、ね、はいはいはい、でしたけどもね、はい、まあ、またぜひね、はい、また行きますか、はい、広島へもうね、いつでも、はい、行きますよ、本当ですね本当だな絶対だな行ければ行きますよで広島好きじゃけんの、うん、ね、で広島でもやっぱりじゃあ CD 打つことだけなんですね、そうですね、それはいいですね、はい、広島じゃあレコ発ツアーで、うん、はい、ツアーで ね、はい、行きたいですね、わかりました、はい、マッキーさん見てますか元気ですよ皆さん、そうですか、はい、あ、そういえば今日矢津さんの書き込みがないですね、そうですね、今日はなくないみたいですね、そうですね、はい、まあね、広島の方とか四国の方とか見てくださってるので、あ、はい、すごいですね、そうなんですよ、ね、全国ですね、全国ですね、はい、もうこのまま行く、選挙に出たら当選するんじゃないかなって、うん、ああ、なるほどなるほど、うん、さっきなんかあのソウル歌った時はなんかあの、うん、選挙のなんかあれみたいでしたね、演説みたいな感じで、うん、あのすいません、余計な話、某、ま、あ、まあ、まあ、みたいなね、ああ、ね、ちょっと言えないけど、もう終わったからいいんじゃないですか、そうですからね、はい、90度みたいなね30度、違いますか、さあ、こうやって喋りながらリクエストから逃げております、はい、時間稼ぎなんだこれ、そうです、時間稼ぎのトークね、はい、あと3分頑張ろう、うん、みたいなね、はい、そうそう、締めに入ろうかと思うんですけど、そうですね、はい、トラスル今後の日程は、はい、あ、ですね、はい、今週25日がですね、つばめ三条のですね、うん、オールデイズカフェ、そして26日金曜日がですね、はい、長岡音楽食堂、はい、そして28日日曜日がですね、はい、なんと新潟ロッツデビューでございます、おー素晴らしい、はい、ね、ぜひぜひ、はい、あの地球の腹ペコを救う、そうですね、地球の腹ペコを救うというね、はい、はい、そうですね、チャリティーイベントですけどね、ガチなんか一緒に出る、そうですね、ぜひね、皆さん足を運んでくださいね、はい、はい、そして11月17日、はい、ホテル津波観光の音の宿の方ですね、はい、ぜひそちらもよろしくお願いしたいと思っております、このセットプラスロクさんと
それからポリシ君がね、はい、はい、出ますね、はい、すごいですよ、はい、すごいと思います、ボジョレ・ヌーボーのお酒がついてくる、はい、あ、ぜひぜひおいでください、お越しくださいませ、お待ちしております、はい、で、来週のですね、はい、お題は、はい、あいうえおおお、おから始まる、タイトルがおから始まる曲です、そうです、はい、はい、なるほど、ぜひね、来週も あの、またそのねリクエストどんどんいただきますですね、はい、お待ちをしております、準備しておりますので、はい、またあの私気をつけたら出てほしいって方はですね、はい、リクエストをください、はい、どん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 、今日このまま置いて帰ります、打ち込んでくださいね、はい、明日のあのゆるゴルゴにもいるかもしれません、そうですね、はい、いますいます、はい、はい、音の箱の一員としてなんか何気なくいるかもしれません、あ、はい、そうですね、つけていただけると映るかもしれません、はい、つけといてあのちょっとあのあそこで、はい、あの狼狽してらっしゃる方が、はいはい、あの明日の関係者の方でいらっしゃいますかね、あさってですかね、じゃあ明日は2日間これピバークすればですね、あピバークね、あのじゃ あ, あのうちのあのロックさんをじゃ あの送り込みたいと思います、あいいですね、はい、送りつける送り込む送り込む送り込む、資格ですね、もうそうですね、まあ、トラナナの僕ミスター X みたいなもんですね、あのゆるエロなトラナナ、はい、トラッドソウルだけにトラナナですね、お後がよろしいよ、さあ、そんなコーナーでお送りしてまいりました、はい、プラザ TV プレゼンツカズミンドットコムの歌ってくだけど、はい、そろそろお別れの時間があともう2分ぐらいですか、そうですね、はい、うん、はいはい、それじゃあなんかあの思い残すことを終わるかと思ったらまた持ち直したみたいな、そうですよ、締めようかなと思ったらまだもうちょっと時間があったんですね、あ、はい、あのよくあるでしょ、あのドラマでこう、はい、うーって言ってお父さんとか言ってまたこう起き上がるみたいな、ね、なるほどなるほど、はい、私たちいつもすまないねっていう、ね、ありがとうございます、それ2時間ドラマでいつもすまないねとか言うんですかね、はい、言います、ドリフぐらいしか聞いたことないですけど、ね、あの皆さんぜひこの舘喬介さんのですね、はい、トラッドソウルの、はい、このね素晴らしい CD をお買い求めくださいませ、ぜひよろしくお願いします、ね、舘喬介さんのハグが、はい、嫌でもついてきます、いや嫌だぐらいついてきます、これでも買うというぐらいついてきますので、ね、はい、はい、お待ちをしております、はい、さあ楽しく過ごしてまいりましたかずみん .com の歌ってくだけろ、もうね1時間という時間があっという間でございます、ゲストがいらっしゃるとですね30分間番組がですね1時間に伸びるということで、ぜひ皆さんゲストを呼んでくれというふうに書いてください、はい、そうすると毎週1時間になります、はい、はい、もうまだゲストはまだいくらでも呼んできますからね、はいはい、あ今あの館長がそこで悶絶をしておりましてですねやだやだやだみたいな、皆さん毎回残業ですみたいなことですね、はい、ね、もがき苦しんでおりましてですねはい、館長いつもありがとうございます、ありがとうございます、はい、お疲れ様でございます、ということでね、あ、ごめん最後に私のあのカゼミンドットコムですね、パーコのですね、みんなを写真を撮るというところなんですね、プラージュのパーコと言われて、はい、ではいきます、なるほど、林はパーコ、はいはいはい、はい、じゃあゲリさんはせっかくだからそこに何気なくせっかくだから、はい、ゲリさんせっかく来たのに出番があんまりなかったね、はい、そうです、はい、ゲリさんも一緒に撮って、はい、じゃあの楽しそうな会場の様子ですね、はい、あ、いい感じで、でもあります、はい、はい、チーズ、生放送中にこの写真を撮るっていうところがすごいですね、これね、この様子は後ほどブログの方でご紹介したいと思います、はいはい、でございます、さあ、本当にね、30分という時間が、2倍になって今日は1時間楽しく過ごさせていただきました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、またね、来週またこの時間にお会いしたいと思っております、はい、お待ちしています、リクエストはおで始まる、タイトルがおで始まる曲がリクエストのテーマです、はい、カズミのところの歌ってくだけど当たってくだけど、どうしても歌ってくだけど、今日のゲストは舘喬介のトラッドソウルのリーダー舘喬介さんでした、ありがとうございました、それでは皆様、また来週お会いしましょう。また毎週。ありがとうございました。お後がよろしいようで。バイバイ。旅の支度を整えて、目が覚めたらさあ行こう。白紙の地図を携えて、すり減った靴でさあ行こう。